ユーサー・ペンドラゴン、ハワード・パイルが1903年ユーサーの架空の文章ユーサー・ペンドラゴンは、ブリタニアの王の一人で、アーサー・王の父ともされる伝説的な人物。ブリタニアの王、コンスタンスの末程。1100年以前に成立した門番は何者かに名前が出るため、ジェフリー・オブ・モンマスによる創作以前から、 アーサー・王伝説において役割を果たしていたと考えられているが、詳細は不明である。ボーティガンは、その治世下において、異民族であるサクソン人と共に暴税を敷く。そのため大陸に逃れていた反乱軍が次々結成され、とうとう、ボーティガンは討ち死にした。ボーティガンの死後、ブリタニアを治めていたアンブロシウス・アウレリアヌスも、殺された。 その時アウレリアヌスの弟、ウーゼルは、サクソンとの戦いの最中に軍を率いていた。その時、突然空に明るく輝く大きな星が現れた。その星はまるで燃える火の竜のようであったと伝えられている。光の王を引き、その一つはガリアを指し、もう一つはアイリッシュ海を指していたと言われている。一体、あの彗星は何を意味するのかユーサーは、 魔術師マーリンを呼んで尋ねた。そこでマーリンはニー・アウレリアヌスの死を告げ、悲しみに暮れながらも、ブリテンの民がサクソンに勝たねばならぬこと、あの星の筋がユーサーに生まれるという息子が立派な王になることを示していること、子孫は皆ブリタニアを治めていくだろうということを語ったと言われている。ユーサーは兄の死を嘆きつつもサクソンに勝利した。新たなブリテンの王となった。 彼は、火の竜の星を記念して2匹の黄金の竜を作り、ペンドラゴンという称号で呼ばれるようになった。ペンドラゴンについて、ジェフリーは、竜の頭の形をした彗星をマーリンが吉兆として捉え、ユーサーをブリタニアの王として歓迎したことに由来したとしている。しかしこれは、複数の学者に否定されており、実際には、戦士長を意味したと思われる。また、 一説によると先代である兄の名を王の称号として引き継いだものであるともされる。敵大国の王の日、イグレーンに恋をし、アローコとか火を奪うためコーンウォールに攻め入り、マーリンの力を借りて、敵の王、ゴルロイスに姿を変えた。ゴルロイスに姿を変えた、ユーサーと火は交わり、己の欲望を満たした。一方本物のゴルロイスはこの時戦死してしまった。ユーサーとイグレーンは、 その後結婚し、コーマーリンに預けた。この子供こそ、アーサー王である。当時は、略奪婚など、珍しくなく、勝者こそが姫を奪うことが許されており、姫、日は、勝者の側につかないことには生存すら許されなかった。アーサー王物語はその部分をカットせずに伝えている。ありがとうございます。